皆さんこんにちは、シエラチャンネルです。今日は台湾のソウルフードジーローファンを作っていきたいと思います。材料はこちらです。それでは作っていきたいと思います。それでは鶏肉を茹でていきます。まず鶏肉をお鍋に入れます。そして鶏肉がかぶるくらいのお水を入れます。お酒大さじ1、火をつけます。次にタレを作っていきます。まずフライパンにごま油大さじ1/2、そして先ほどの鶏皮を入れます。それでは全て準備ができましたので盛り付けをしていきたいと思います。丼にご飯をよそいました。その上にまず茹でた鶏肉をのせていきます。次にタレをかけます。カリに焼いた皮も添えます。最後にきゅうりの醤油漬けをのせていきます。それでは早速食べていきたいと思います。いただきます。五香粉が効いた甘辛ネギダレとさっぱりと茹でた鶏肉との相性が抜群でとっても美味しいです。皆さんもぜひ試してみてください。